クリストファー・モーリス・ブラウンはアメリカ合衆国の男性ラッパー。身長185センチメートル。2005年26歳でアルバムクリス・ブラウンでデビュー。アルバムからのシングルラン・イットはビルボードホット100で1位を獲得。アルバムはアメリカ国内で200万枚を売り RIAA よりダブルプラチナの認定を受けた。2枚目のスタジオアルバム エクスクルーシブは2007年11月に世界中でリリースされた。アルバムは彼の2枚目の1位獲得シングルである t ーペインをフィーチャーしたキスキスビルボードホット百1 0 0で最高2位になったウィズユーの2曲のヒットシングルを生み出した。再発版エクスクルーシブザフォーエバーエディションからの最初のシングルフォーエバーは2008年5月にリリースされビルボードホット百1 0 0で 最高2位を記録。アルバムは RIAA よりプラチナ認定を受けた。ブラウンは単独での商業的な成功に加えてジョーダン・スパークスとデュエットしたノーウェア、ラッパーバウアウのショーティ・ライク・マイン、リル・ママのショーティ・ゲット・ルーズなどいくつかのヒット曲でフィーチャーされた。ブラウンはマイケル・ジャクソンやアッシャーといった有名な R&B 歌手と比較されることがクリスは両方に 音楽的に多大な影響を受けたと述べている。バージニア州の小さな町で父クリントン・ブラウン、母ジョイス・ホーキンスのもとに生まれる。家のラジオから流れていたマイケル・ジャクソンやサム・クックの影響を受けながら育った。もともとはラッパー志望だった。13歳の時、新しいタレントを探していた地元プロダクションのスカウトが クリスの父親が働くガソリンスタンドに立ち寄ったことで発掘された。すぐにレコーディング活動を開始し、デビューまでの2年間はニューヨークで過ごした。2004年の年末、クリスは後の2005年11月29日に発表されたデビューアルバムクリス・ブラウン作成のために学校を出た。ショーン・ギャレットがプロデュースしたデビューシングルであるラン・イットは アメリカ、オーストラリア、そしてニュージーランドで1位を獲得。それに続く2枚目のシングル、要はアメリカで最高位7位を記録。イギリスでは13位のヒットとなった。3枚目のシングルであるギミー・ザットはリミックスとしてラッパーのリル・ウェインをゲストとして迎えた。シングルはアメリカのビルボードに1周目に80位でデビューし、その後急速にランキングを駆け上がっていった。 最高位15位。それに続く4枚目のシングルは、セイグッバイで映画ステップアップのサウンドトラックにも起用された。2006年には DVD クリス・ブラウン・ジャーニーを発売。8月17日からニーヨと共同でアップ・クロース・アンド・パーソナルツアーを開催28都市を回った。2006年にロンドンで開催されたワールド・ミュージック・アワードでは、 マイケル・ジャクソンへのトリビュートパフォーマーにマイケル本人の指名によってクリスが選ばれマイケルの世界的ヒット曲スリラーのパフォーマンスを行った。ニーヨとのツアーを終えて間もなくクリスはエクスクルーシブと題された2枚目のアルバムの制作に取り掛かった。当初アルバムは2007年8月27日に発売される予定であったが最終的には 同年11月6日まで押されてしまった。MTV ニュースによると、クリスはアルバムに関して、次のように語っていた。若年層のファンが今までのようにターゲットになっているけど、今回は数曲もう少し上の年齢層に向けた曲があるんだ。アルバムからの第一弾、シングル、Wall to All は、クリス本人によるリークのために宣伝がうまくいかず、過去最低売り上げのシングルとなった。 その後、ティー・ペインによるプロデュース楽曲、キス・キスが2枚目のシングルとして発表された。ミュージックビデオは全て2007年の夏にマイアミのフロリーダ国際大学で撮影されたものである。キス・キスは前述のウォール・トゥ・ウォールをはるかに超える最高位1位を記録するヒットとなり、クリスにとって2枚目のナンバー1ヒットとなった。 2007年12月6日に発表されたアルバムからの3枚目のシングル With You はアメリカでは最高位2位を記録するヒットとなっている。クリスにとってこの曲はアメリカで5枚目のトップ10ヒットである。2008年6月にはエクスクルーシブの再発版であるエクスクルーシブザ・フォーエバー・エディションをリリース。またエクスクルーシブザ・フォーエバー・エディションに収録される新曲。 フォーエバーをシングルカットし、ダウンロード解禁と共に初登場9位を記録。その週のトップ10には、クリス名義の曲が3曲、チャートインし、人気を裏付けた。サードアルバム、グラフィティ収録のシングル、クロールの中では、2009年2月の暴行事件後に、破局した元恋人のリアーナとの復縁を求めているように聞こえる。俺たちは張っていく、また歩けるようになるまで。 ブラウンは歌うそして俺たちは走る、飛べるくらい、強くなるまで、そして俺たちは飛ぶ、風がなくなるまで、だから張っていこう、張って、張って、愛に戻るのだと。しかし、13日に全米で放映されたテレビ番組で、クロールのミュージックビデオを初公開したブラウンは、自身の恋愛について歌ったわけではないと、MTV ニュースに伝えた。同曲は、 心の傷から前進しようという普遍的なメッセージを歌った歌なのだという。ミュージックビデオを手掛けたジョセフ・カーンは MTV ニュースの取材に対し、ビデオが曲と同じくらいインパクトを与えるだろうと語った。一方、同アルバム収録のシングル、I Can t ト r n フォー Form やフィーチャリング、スイズビーツリルウェーンは前日のクロールとは打って変わり、 アップテンポのクラブバンガーに仕上がっている。リル・ウェインの歌うイントロで、スイズ・オン・ザ・ビーツ、クリス・ムーブやヒートとラップするようにトラックをスイズ・ビーツが手掛け、PV では全編にわたってクリスがダンスパフォーマンスを披露している。2010年5月、クリスはラッパーのタイガと協力してミックステープ、ファン・オブ・ A ファンをリリースした。そのうちの一曲、 デュシスが2010年6月29日にシングルカットされ、それはビルボードチャートの R&B、ヒップホップチャートで計71位になり、本チャートで1位になるのは彼の曲、サイグッドバイ以来であった。また、ビルボード全体のチャートでも同曲は14位になった。2010年8月にブラウンは犯罪スリラー映画、テイカーズでマット・ディロン、ポール・ウォーカー、 イドリスエルは、ヘイデン・クリステンセン及び、ティー・アイラと共に主演した。さらに、映画の制作葬式も務めた。ブラウンの4番目のスタジオアルバム FAME は2011年3月18日に、リリースされた。それは、賛否両論の評価を受けたが、アルバムは1週目で270万枚を売り上げ、米国ビルボード前、アルバムチャート上で1位になった。それはクリスにとって、 初のアルバム米国1位であった。その中でもアルバム収録曲イエイサン X はオーストラリア、オーストリア、デンマーク、アイルランド、オランダ、ニュージーランド、スイス及び英国を含む11カ国でトップ10に達した。アルバムの第2のシングルの客演にリル・ウェイン及びバスタライムスを招いた曲ルック・エイティ・メナウでは米国の r b ヒップホップチャート上で8週連続の1位を獲得した。さらに、それは、米国ビルボードラップソングチャートでも1位になった。アルバムの3番目のシングルの、客演に、ベニー・ベナッシを招いた曲、ビューティフル・ピープルは、米国のダンスクラブソングチャート上で1位を獲得した。それは、クリスとベネッシ双方にとって、初のダンスクラブソングチャート上1位であった。CAN というは、 4番目の米国シングルとしてリリースされた。一方、ジャスティン・ビーバーを客演に迎えた n e x t ユ u はアルバムの4番目の国際的なシングルであった。さらにアルバムをプロモートするためにクリスはオーストラリアと北アメリカで FAME ツアーに乗り出した。クリスは2011年にベッドアワードのベスト男性 R&B アーティスト賞を含む5つの賞を獲得。 六つのノミネートがあったビューアーズチョイスアワードザファンディモニアムアワードベストコラボレーションビデオオブザイヤーがノミネートされたさらに彼は2011年のベッドヒップホップ賞で三つの賞を受賞したピープルズチャンプアワードリーシーズパーフェクトコンボアワードそしてベストヒップホップビデオ2011年の ソウルトレインミュージック賞で FAME はその年のアルバムを勝ち取った。また、アルバムは第54回のベスト R&B アルバム賞を受賞した。ベストラップパフォーマンス賞とベストラップソング賞が Look at Menow に贈られた。2012年2月12日にブラウンはベストの R&B アルバム用のグラミー賞を受賞した。ブラウンの5番目スタジオアルバム フォーチューンは2012年7月3日にリリースされた。アルバムはビルボード200の1位を獲得した。だが、評価からは否定的な意見もあった。アルバムは、ケビン・マッコールを特色として、ストリップ、ティル、アイダイ、ターン・アップ・ザ・ミュージック及び、スイート・ラブと共に、アルバムの先行シングルとしてリリースされ、ドントエイクメ・アップ、ドントジャッジメが、 アルバムのリードシングルとしてリリースされた。さらにアルバムをプロモートするために、クリスは、ヨーロッパ、アフリカ、アジア及びトリニダードでのツアー、カルペディエムに乗り出した。2009年2月、第51回グラミー賞のプレイパーティーの帰りに、恋人で歌手のリアーナへの暴行事件を起こす。社内で口論となり、暴行を加えてその場から立ち去ったが、後に出頭。 ロサンゼルス市警は、ドメスティックバイオレンス容疑で逮捕、起訴したが、クリスが、同日夜、保釈金5万ドルを支払い保釈された。クリスは、グラミー賞2に部門ノミネートされており、受賞式でのパフォーマンスが予定されていたが欠席。リアーナも同様欠席した。その後、リアーナ不詳の映像や画像が報道され、ファンや音楽業界に衝撃を与えた。当初、 無罪を主張していたクリスは6月、ロサンゼルスの上級裁判所で行われた予備審問で罪を認めた。有罪を認めたことで司法取引が行われたことで実刑を免れ5年間の保護観察及び実家のあるバージニア州で180日間の奉仕活動を言い渡されることになった。リアーナは被告が退廷した後に弁護士と共に出廷した。弁護士によるとリアーナは この結果に満足しているという。また後半となれば、リアーナは、証言台に立つつもりでいたとのこと。現在のリアーナと、被告との関係について、質問を受けた、弁護士は、接近禁止令が出ているといえば十分だろうと答えた。マクドナルドや、テレビゲーム、また、日本のアニメのファンとしても知られ、左肩には、日本のアニメ映画、重評演推し風調の主人公、 キバ真珠、ヒョウエのタトゥーを入れており、クリスはお気に入りのタトゥーだとしている。ドラゴンボールが大好きで、俺、実は日本のアニメの大ファンなんだとかさ、自分でも絵を描いたりするんだよ、とコメントもしている。2006年1月の来日時には、素顔は秋葉系とも報じられた。星のカービィシリーズの主人公であるカービィが好き。 プライベートでもカービィのネックレスを着用することが多く、最近ではメディアにその姿を捉えられることも多い。ありがとうございます。